ピリドキサールリン酸、またはピリドキサールマイナス5リン酸は複数の酵素の補欠分子属の一つでビタミン B6 の活性型である。ピリドキサールリン酸とその関連化合物。ピリドキサールリン酸はアミノ酸のすべてのアミノ元手にいくつかの脱炭酸を呼び出すアミノを行う補酵素である。PLP のアルデヒド元は 酵素の特定のリシンのイプシロンアミノ元と結合して、シフフ塩基を形成する。アミノ酸を基質とする酵素の場合、アミノ酸の α アミノ元と反応すると、リシン残基のイプシロンアミノ元がそれに移し替えられる。これによって生じるアルジミンは、多くの場合脱プロトン化されて、機能の移動中間体となる。機能の移動中間体は、ケトイミンになるために、別の位置でプロトンを受容する。 生じたケトイミンは、アミノモトが、複合体に残るように、下水分解されることが多い。PLP は、ペロサミン、デソサミンのような珍しい糖を合成する、アミノトランスフェラーゼによっても使われる。この反応では、PLP は、グルタミン酸と反応し、ピリドキサミンリン酸を作るために、PLP へ、その α アミノ酸が転移する。 PMP はその網の元を塔へ手にさせ、網の塔を形成していく。また、PLP は、セリンデヒドラターゼや、GDP-4 ケト6、デオキシマンノース3デヒドラターゼなどの、ベータ脱離反応、さらにヘム性合成の縮合反応にも関係する。PLP は、シ心対謝のトランスアミナーゼ反応には関係しない。 PLP はレボドパをドーパミンへ変換する役割を持つ。PLP は興奮性神経伝達物質のグルタミン酸を抑止性神経伝達物質のギャバへ転換する。PLP はポリアミンの線具体であるプロピルアミンを形成するため S アデノシルメチオニンを脱炭酸する。PLP は脱炭酸を通してヒスチジンをヒスタミンに転換する。ピリドキサールリン酸は ピリドキサールキナーゼによって、ピリドキサールから合成される。その際に ATP を一分使用する。なお、不要になった PLP は、脱リン酸化されて、ピリドキサールに戻され、さらに、ピリドキサールでヒドロゲナーゼによって酸化されて4、ピリドキシン酸に変換され、主に腎臓から尿中へと排泄される。ありがとうございます。